と。柏木さん、キリュウ錦、お前、ああそうか、おやすさんのことはまだだ。なんでだよ。ああ、ただそれでも一歩前進だ。そうだな。いや、俺は登場会から破門せ。お前何言ってんだ。せめてものけじめだ、錦。筋って。だったらお前。わかった。じゃあ。
らっしゃいませ。ほう。ありがとうございました。俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。わかってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐のさ、それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。そのことなんだけど、キリュウ、実はな、遠く…何？ニュースになってる。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろ。クゼは…あいつは…あのバカなんだってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方。いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか？あ、立花不動産。組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュ。俺知ってるぞ、この立花不動産。どういう連中なんだ？立花不動産は町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今カムロ町は狭い土地に
飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとだが、立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に鉄の壁にあどんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり、たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が村けど、その中でも立花不動産は札付きだ。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白い。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べんのは俺。あ、お前が俺と一緒に動けば。どキリュウ組抜けると決めた時から下がら。目つきが気に入らねえんだよ。やんのか。どうにか。はあ。うれ。うれ。はあ。うれ。はあ。うれ。うれ。どうした。
ちょっとそごろ、顔が気に入らねえんだよ。何なんだ、ああ。
おい。あ？はい。何？おい。あ。
の目つきが気に食わねえ。なんだ。嘘だろ。バカだ。何食って育ったんだ。そいつ使えないね。あ？ん？何？何？はあ、おい、え？
you.
ってあげる。Yes. What?
Now. Oi. Yes. Huh? What? いらっしゃいませ。なんという味だ。ありがとうございました。
勘弁してくれ。この通りだ。